はい、美容室であるファッション新増毛時代シークレットエクステンションです。早山梨後藤です。今回はですね、シークレットエクステンションの方を紹介していきます。こちらは20代のお客様で、つむじのところがちょっと気になるというお客様です。200本の増毛をした状態で今つむじの位置がちょっと増えましたよね。でまだちょっと足りないということだったのでプラス100本して、300本のアップをしました。まあ、これでつむじのところを見ていただくと分かるんですがだいぶ湧かなくなってますよね。はい、こちらが比べたやつですね。これが、ビフォアから200本の状態になった写真です。で、さらに、300本に増やした、写真の状態です。はい、こちらの方はですね、50代のお客様なんですけれども、全体にですね抜け毛がまず気になってしまって頭頂部全体がですね、薄毛になっております。それでその部分をですね、全体を増毛していきました。まずトップの方から200本の増毛をしまして、それからつむじですね、その後にこうつむじの方をやっていったんですけれども、結び目がねかなり髪の毛が細いので、細かくなっていってしまったんですけれども、だいぶですね、コームでなじませるとだいぶ分からなくなんですがやっぱり毛量が少ないせいかですねかなりつけないと難しいなっていうことで、プラス100本して300本つけたんですね。これがその状態です。はい、だいぶ分からなくなりましたよね。ただですね、まあ、僕は300本でこれはちょっと終わってるんですけれども、まだちょっと足りないのかなという感じは正直しました。600ぐらいつける必要があるのかなという感じで今回は300本で、とりあえず様子を見るというような形ですね。はい、お薬とかいろいろありますが効果を待つよりすぐの結果をまず出して気持ちを和らげてあげたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。